月の下旬と疑ってしまうほど日差しが強く、立っているだけで汗ばんできます。この夏は残暑が続きます。4日中区で9月の観測史上1位、 37.4 度を記録。今日も真夏日となりました。夏野菜のイメージが強いこちらのトマトですが、この暑さ、トマトにとっていいことではないんです。まず暑くなってですね、一番大きく影響してくるのが実がつかないってことなんですよ。暑くなると実がつかないです。これまさにそうです。おそらくこれはもう実になることなく落ちてしまいます。およそ1万5000本のトマトを栽培している東広島市の農園。日中の気温20度から28度くらいがトマト栽培に適しているそうですが、厳しい残暑でさまざまな弊害が。これはもう出荷ができないものになりますね。出荷ができないトマトです。基本的には割れているものになります。例年であればこの時期は割れに関しては落ち着いてきているはずなんですが、今年は、ちょっと続いている状態ですね。おそらく温度が関係しているかと思います。暑さで実がならないことに加え、できたとしても実が割れてしまうケースが多発。またこの農園ではトマトの受粉に蜂を使っていますが、その蜂も暑すぎて活動量が減る状況に。まさに残暑負のスパイラル。去年は9月におよそ5トンあった出荷量も、今年は1割から2割程度減る見通しだといいます。今花が咲いていない、あるいはつぼみのまま落ちてしまったってなると、11月の半ばとかの収穫量が落ちることになるんですよ。もうちょっとこう涼しくなってくれて、ってすればいいんですけど、なかなかそんな気配もないのかな。一方、こちらでは嬉しい悲鳴が。こちらでは約60トン以上の氷が作られているということですが、現在氷が足りない状況が続いているということです。本当に予測してない忙しさで、かなり振り回された夏になりましたね。9月後半というのに氷を製造する会社はまだまだ大忙し。コロナが5類に移行してから初めての夏、イベントなどでの外出が増え、氷の需要も急増。夏でも製造は止まらず、今も1週間でおよそ35トンもの氷を製造しています。フル稼働で進めてるんですけども、作っても作っても倉庫が埋まっていかないっていう。通常お盆頃をピークとしていますが、今年は10月いっぱいまで落ち着かないといいます。残暑も続く影響で、未だにこのピークを脱出することができないっていうところが、まあ嬉しくもあり、もうそろそろ勘弁してって思ってるところもあったりはします。この暑さはいつまで続くのでしょうか。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。